アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はワイキキからお届けします。まずは日本からの到着者数です。5月14日1650名、15日1633名、16日1547名、17日1609名、18日2051名、19日1808名となっています。ハワイ大学が行った海面上昇に関する新しい研究によると、今から7年後ハナウマ湾の砂浜の 90% 近くが海に沈む可能性があることが分かりました。ハワイ大学マノア校のハワイ海洋生物研究所 HIMB の研究者たちは、ハナウマ湾を5年間調査し、2030年の満潮時には砂浜の 88% が海に沈むという予測を導き出しました。ハナウマ湾はパンデミックによる9ヶ月間の閉鎖を経て、再開して以来週に2日閉鎖しています。またホノルル市は予約システムを導入し、1日の収容人数を以前の半分近くの1400人に制限しています。昨年は夏の間、キングタイドと呼ばれる大きな満潮が起こった日が6日もあり、近い将来こうした高潮がある日はビーチの収容面積を削ることになるだろうと指摘しています。アメリカ ABC で放送中の人気オーディション番組アメリカンアイドルで決勝に進出しているハワイ出身でシンガーのイアム・トンギさんの凱旋イベントがオアフ島ノースシュアのタートルベイリゾートで16日行われ、数千人の市民が集結しました。イアムさんの凱旋イベントではポリネシアカルチャーセンターからタートルベイ館でトロリーを使ったパレードが開催されたほか、イアムさんが在籍していた加福高校が名誉学位を授与するとともに、仲間の生徒たちによる特別なハカのパフォーマンスの披露なども行われました。またホノルル市長が5月16日をイアムトンギの日に制定しています。イアムさんは21日に放映される同番組の決勝戦で他2人の参加者と対決する予定です。ハワイアン航空が2024年運航予定の新型航空機の内装デザインを公開しました。新たに導入される航空機はボーイング787-9ドリームライナー。内装デザインはハワイの雄大な自然をコンセプトにしており、ハワイのサンライズやサンセットをイメージした照明、曲線を描く海や風のパターンなどが取り入れられています。300席で構成される座席のうち34席が新しいプレミアムサービスクラス、レイホクスイートが導入されます。レイホクはハワイ語で星のレイを意味し、34のスイート席ではフルフラットシート、18インチの機内エンターテインメントスクリーン、パーソナルコンセントなどが完備されています。各席はドア付きの121構成で、プライバシーを確保することも共有することも可能となっており、ダブルシートを組み合わせることでカップル席になる仕様となっています。787機は機内の空気ろ過機能を強化し、炭素繊維複合材を使用することにより低い機内高度で飛行できるため、より快適なフライトを実現。またエンジンインレッドに防音処理を施すことで機内での静寂性を高めているほか、調光可能な大型の窓、広々としたオーバーヘッドボックス、タッチレスで操作できるトイレや蛇口など、静かで快適な機内空間を追求した航空機となります。カパフル通りにある人気レストランアンクルボーズが、ワイキキルーワーズストリートの1階にププハウス、2階に喫
キキズティキバーを5月16日にオープンしました。1階のプップハウスはノスタルジックで遊び心のある雰囲気で、ワイキキの黄金時代にタイムスリップできるファミリー向けのレストラン&バー。テーブルとバーで約60名収容でき、毎日午後5時から午前1時まで人気料理はもちろん、地元の食材を使った独自のアレンジ料理などのメニューが楽しめます。プップハウスでは10時からラストオーダーまで、レイトナイトハッピーアワー、インダストリーナイトとして厳選されたメニューが 50% オフ、シグネチャーカクテルザ・シー・チェストが12ドルとなります。2階のキキズティキバーは DJ とライブバンドを迎え、火曜・金曜・土曜の午後10時から午前3時まで営業。店内にはフルバー、マルチモニター、ステージ、サウンドシステムを備え、150人までのプライベートパーティーや特別なイベントにも最適、20名まで利用できるプライベートルームも完備しています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。